週刊こちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグのチョコレートのグラノラ浅摘みいちごを食べたいと思います。以前食べたグラノーラ浅摘みいちごのチョコレート入り版ですね。これはどうなのかな。今回は前回通常版のやつはいちごがちょっぴり弱かったけど、こちらはどうなのでしょうか。どうなのでしょうか。それでは早速中身はこうなってます。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。そこまで甘酸っぱいって感じではないな。甘いってわけでもない。あんまり変わらない。チョコレートと書いてますが、思ったほどチョコレートの味はしなかったですね。よく言えばほんのりつい、悪く言うと主張していない、そんな感じがします。なのでチョコレートと思って食べるとちょっとうーんかなと思いましたね。通常版との違いがあまり分からなかったので、まあ、これは普通に美味しいグラノーラとしてこちらの点数とさせていただきます。それで風花かなルーブル美術館揺れるほど。いや美術館が揺れちゃダメですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。